ただこれもじゃあマスクして入ってきてその後マスク外して喋ったらどうするんだっていうのはそういう問題もあります。ですから世界中では確かにマスクしなきゃ罰金だという国もありますが、それでもまあその国感染収まっているかというと完全に抑えきれていない。つまり徹底してですね試験を制限するというような意味合いでおっしゃっておられるとすればですね、それはまた一つの提案であるというふうには受け止めをさせていただきたいというふうに思います。長妻昭君、大臣も極端ですね。飲食店でマスクを取ったら罰金を課すなんて、マスク取るに決まってるんじゃないですか。食べるときマスク取るに決まってるんじゃないですか。そんなこと言ってないですよ。김정은 동지 우리는 당신밖에 몰라.